では引き続きパート2をお聞きください。超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。大体ね、こう、いいこと言ってるやつとか、こう、切れ事言うやつ、大体裏でなんかありますから、本当に、絶対ないわけないから、本当ですよ、これ。そこはそうですね。うん、本当ね、こう、歯の浮くようなことばかり書いてるやつのみんな、腹立ってくるんですよ、だから。うん、本当に、お前ら、本音かけばかとかって言いながら、ね、書いたら叩かれるから嫌でしょ。だから、賢い人は書かないとは。変な人いるじゃないですか。だからそのまあまあ山本さん被災地の方なんで、はい、ちょっとあれなんですけど、一応私も被災地ですよ。家半壊しましたから、うん、本当に、うん、ヘラヘラしてるけど、被災地の人に僕たちの歌を届けたいので、うん、交通費を皆さんに恵んでくださいみたいな。え、そんなのいたの、うん、だそんな、なんか変だよなっていう。いや、あの時いっぱいだよ、あの、うん、俺の歌、あの被災地のために作りましたって、あの、うん、便乗ソングとかがいっぱいさ、うん、俺腹立ってしょうがないよね、お前ら何歌う歌、うん、いや要はね、要は他人事なんですよ俺ら、要するに、うん、いやでこのボランティアに来て、いや心打たれましたとかなんとかとか書いてる人たちも、いやわ、ね、ボランティア来てもらうの嬉しかったけど、うん、俺まだ女川さんまで行ってないですよ。俺は二十何年前女川って仕事でよく行ってたから、うん、見れないもん怖くて。あ、うん、でまあ、石巻とか、あと他のところは、まあ、お客さんもいるからね、行ったりとかしましたけど、うん、あの震災の直後、そういうところに行けるようになるまでって、本当、1ヶ月以上かかりましたよ、うん、でやっぱりまず震災直後は、ほら、水の確保だ、食料の確保だ、はい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 、そっちの方で忙しくて、はい、そういうところじゃないわけですよ、はい、なんかさ、ボランティア行ってどれくらいなんか心打たれましたなんとかとか、うん、お前、じゃあ、俺より詳しいじゃん、被災地みたいな。現地より詳しいぞ。いや悪いけど、うん、本当後片付けのボランティアとかできなかったぞ俺ら、うん、それどころじゃないし、自分たちの生活あるからね、うん、要はね、自分がそういうふうにいい人だって言われたいからやってるなのが見え見えでしょ、うん、は言っちゃうけどさ、うんうん、違うって人も当然いると思いますよ、うん、じゃあどれだけの人継続してやってますって、うん、今年なんかもうふるさと納税去年の6割ぐらいですよ、うん、あら、うん、全然減ってるじゃないですか、うん、で、あとあの芸能人とかだって、もうとにかくね、うん、避難所の責任者だった人が知り合いの知り合いで、うん、まあひどかったって芸能人が、あ、そう、もう押しかけてきて、某なんとかのとかね、某なんとかとかさ、もういいっつうのに行きます行きますっつって来て歌って、だってあれ避難所ってもうほら震災直後で寝るとこないから、みんなほら段ボールで囲ってるでしょ、うんうでね、うん、寝てるんですよ、うん、だお笑いの人たちが来て外でなんかライブやったとかってったら、すごいああいうのは別にいいと思うんですよ、うんうんうん、寝てるとこで歌を踊るでさ、ほいで帰ってさ、いやこらしいじゃない、そうブログで、いや行ってきましたとかさ、何なのと、うん、であるところが復興のその市場が起こるなった時もさ、また来てさ、でその来るからって言うから、そこの人たちが、じゃあそれね、集客に使いたいから告知していいですか、しないでください、来たらファンバーって来て、市場駐車場止められなくなって、いっぱいお客さん来れなかったとかって、おいおいお前何だ、でその1ヶ月後ぐらいに新曲出てるよ、うん、なんだプロモーションじゃん、まあ、なんとかのだってこれカットだね、うん、いいんだけど、ピーで、だから本当にね、だそういう時でもほんと腹立って、腹そんなのばっかりですよ、でも、うん、あの棒のはヘリコプターで来てパッと来てパッと帰ってとかさ、そういう話いったんですよ、うん、だからまあ来ないだけいいだろうってそれあるけど、うん、でも結局要はさ、うん、何のためにそれやってんのって時に、その人たちを何とかしようってんじゃなくて、要は自分が称賛されたいからやってるわけでしょ、うん、でそういうのになんかだから、なんだろう、ブランディングに使うっていうのはどうなのかなっていうのは、本当あの時はね、震災では思いましたね、本当に、うん、すいません、ちょっと話がまた全然いいっす。でもそうなんですよ、でも根っこそういうとこじゃないですか、やっぱりそのお客さんのためとか、その対象の人のために果たして頑張ってるのかどうかっていうところで、うん、でまあ例えばね、あの時あったんですよ、そのほら震災の人たちをフォローするためにっつって、うんまあ、例えば某税理士法人なんかが仙台に進出してきてとか、うん、いっぱいいたんですけど、まずトラブルを起こしてみんな撤退とかしてるんですよ、うん、だから表向きはいいですよ、それはもちろん何でも大義名分って必要ですから、うん、その人たちを救うとかっていうのがあって、うんうんうん、で行くのはいいんですけど、まあ、逆にやるんだったらそこまでつかずっといてとか、うん、例えばほらあの、まあ、よしあしはあるんですけど、うん、銀だこなんかが本社石巻に移したんですよね、今もやってますけど、うん、そうするとほら確かに税金そこに入るじゃないですか、うん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 、
あと渡見なんかも石巻で、うん、はい、あ気仙沼でなんかすごいこう、うん、一般の商店だらじにこう出資がバンバンやったんですって、うんうん、で渡見さんの場合はそれやって何ヶ月かしか全部買収してたらしいんですけど、なんか目ぼしいところ全部なんか自分通りしてたとかで、さすが渡見とかってなんかある社長が感心しましたけどでもまあそれはそれでほら救われるわけだから実際にお金出してるわけだからね、うん、だからそういうのだったら俺はまあ実際にお金使ってるとかそこがずっとやってくれてるってありがたいし、そういうのいいと思うんですけど、いや、やるんだったら逆にそこまでね、だからそれだったら逆にこっちでお金集めてボーンと寄付とか、俺それで十分ありがたいとか、それでいいと思うんですけどね。あとほら杉良太郎あたりがバーッとほらトレーラー来てガーッとね、あのやってとか、あの石原軍団とか、もうあれだけでも十分相手のためってなると思うんですけど、うん、別にランドセル届けるのタイガーマスクでいいんですよね、あれはその素顔でやんなくてもね届けましたつって自分の名前出さなくても、うん、だからまあね、選ばれるためってにはやっぱ目立つとかブランディングとかやっぱりね、うん、注目を浴びなきゃいけないってもちろんあるんでしょうけど、うん、そのやり方でしょうね、なんかね、うんうん、ポッドキャスト笑うビジネスマン。いやー、前半からかなりぶっちゃけておられますけれどもね、まあ、あの被災地の話も出たんでね、あの話題になるとどうしても浮かんでくる標語みたいのがあるんですけどもね、何かというと、まあ、やらぬ善よりやる偽善というね、これなんかね、そのね、お金を送んなきゃいけないとかね、あのどっかが被災したチャリティーだボランティアだやらなきゃってなると必ず出てくるテーマで、いや本当ね、なんか何がもって善なのか悪なのかみたいなね、偽善なのかっていうのはよく分かんなくて、とりあえずまあ善っていうのはまあ善なんだよね。じゃあ偽善って何かっていうと、これは2つに分かれていて、多分悪っていうのが1つあって、善プラス、善の心もあるんだけどプラスに邪心が入ってるような、うん、確かにそのお金もごそっと送ってるんだけど、それが売名も兼ねていて、本人もね、そのまあ被災地の人に元気になってほしい、でも俺の名前も売れたらいいなと思ってたりとかね、うん、そういうのがだからそのやる偽善っていうのかなと思ったりしますけど、まあ、企業の活動っていうものを考えると、これそもそもね、これ善の側にいないとしょうがないなと、うん、じゃあどうやってそのね、社会貢献だなんだっていう以前のその善のね表現するかっていうところですけど、例えばあの価格で勝負する、良いものを安くとか、あの安くうまく早く提供するとか、そういうものが一つあると思うんですけど、じゃあその例えばその消費者に対して、まあ300円の牛丼でもいいっすよ、100円のハンバーガーでもいいっすよ、これなんか本当にね、あのお金ない時ありがたい限りですからね、それのおかげであのなんかこう消費できるカロリーってものを吸収して、貧乏人の私が生きながらえたってことありますからね、うん、ありがたいんですけど、あれもよくよく考えると、そこで働いてる人もものすごい時給が安かったりとか、材料を輸入するにあたってその輸入先の国とかの人はものすごい安い賃金で働いてたりとかね、それこそ搾取されて、あるいは一時のこのお金ない時の空腹はしのげるんだけど、食べ物のその材料食材の品質があんまよろしくなくて、実は体の中に毒素も蓄えてるんじゃないかと、こうなるとね、果たして善なのかどうなのか非常に怪しくなってくるなと、うん、感謝してます、貧乏しのがしてくれたんで、だけどね、本当にこれで良かったのかなというところで、やっぱりその消費者は喜んでるけれども、なんか従業員が泣いてたりするっていうのはよろしくないなと、従業員の人も幸せに働けて、お客さんもその価値と払うお金に対してのバランスのそこで満足するっていうね、それがやっぱり事業ってもんだし、うん、これはいい会社だと、素晴らしい会社だと取引先に選ばれる条件なんじゃないかなというふうにまあ思ったりしますね、うん、じゃあね、今度そこに、自分が今やっていることを当てはめてみます。自分は果たしてそういう選ばれる側の人間なのか、あるいはそういう事業をやっているのかって考えたらね、微妙ですよね。あの別に騙したりとかね、そういうことはやってないですよ、悪はやってない、うん、だけど善なのか
まだねこれスタートライン立ってないんじゃないかと思って、一言で言うとあなたのところはどんな価値を提供して、それを受けた人が何になっているかっていうとね、これなんか金もらってさ、なんかいろいろやってて申し訳ないんだけど、うん、でもあくまでそのもらってるお金なりなんだよな。だから例えばこれね、毎回ね俺これでいいのかと思いつつも、それが定番だからやってるんだけど、セミナーのキャッチフレーズってあるでしょ。例えばあなたのお店に行列ができるようになるセミナーとかね、それ受けたら、あたかも受けたらそう行列できるみたいじゃない、すごい善なことをやってるようなんだけど、実はそれを受けてもそれで教わったところをやんなきゃいけないし、教わったことを確実に自分の意思と行動力だけで成し得ようと思ったらそれやっぱ無理で、その講師にコンサル代を払ってガチッと指導を受けなきゃいけないってなると、それセミナー自体の看板っていうのはこれはひょっとしたら不当表示じゃないかなと思ったりとかですね、そんな自己矛盾を結構抱えてましてですね、で、あくまでねうちそういうバックエンドのサービスもなくね、フロントのセミナーだけでなんかやってる感じですから、なんか貢献してんのかなと、その一瞬のなんかその満足感とかね、ああ2時間勉強になったなとか、ちょっとこれはやる気が出るきっかけになりましたとか、その部分の価値っていうのは提供できてるかもしれない、だけどその人が完璧に変わる結果を出すっていうところまではちょっとできてないなというのがまだあるので、その部分でセミナーというジャンルの選ばれる、なんとかリーダーみたいにはねほど遠いんじゃないのと、お前がやってるからお前のところ受ければなんとかなるから、だから受講するんだっていう人がもっと増えてきた時が本物になったってことだと思うんで、そこに向かって頑張ります。超売れ続くポッドキャスト、ということで今回はぶっちゃけ税理士の岩松正樹さんをお迎えして、取引先として選ばれるにあたって非常に大切なことについて伺ってまいりました。そして次回は取引先として選ばれたとして、じゃあその取引をいかに長くお付き合いいただくにはどうしたらいいのかについてお聞きしてまいります。超ブレイク塾のポッドキャスト、笑うビジネスマン、次回も成功するための地道だけど鉄板の裏道ルートをお伺いいたします。バックナンバーも引き続き iTunes とケロログ、 YouTube などで配信中でございます。取引先の開拓ね、もう営業苦手な方、そういった方にすんごい役に立つ情報をたくさん流しておりますので、ぜひお聞きください。ゴールデンウィーク中にもぜひバックナンバー暇に任せて聞いてみてください。お相手は超ブレイク塾主催西澤和弘でした。また次回ごきげんよう。